皆さんこんにちは、ルーヘアアーティストです。さあ今日はイエーイ、今日はトリートメント、はい、トリートメントです。いつもはカラーのそういったビデオを上げてるんですけど、まあその途中の一環で、すごいしっかりこうケアするトリートメントのやり方とか、あともうちょっとトリートメントのなんか動画を長めに見たいという声も、結構みんなこうコメントとかで、してくれたの で今日は それを答えて、トリートメントのもう本当に完全の工程をやります。イエーイ、で今日のモデルさんの髪質も、まあ、かなりちょっと強的な感じで、でこれをもう本当にツヤツヤな感じにしていきたいと思います。では早速ちょっとアップで髪の毛の状況を見ますね、見せますね。では髪の毛の状態だとこういう感じ、まあ、少しちょっと乾燥ついてて、でも定期的にやっぱりトリートメントをしてくれてるので、すごいやっぱいいコンディションになって、今ブリーチも合計ほんと6回ぐらいの髪なんですけど、でもしっかりとケアしていればもう全然見た通り結構割とツヤツヤな感じで、で手で触っても結構柔らかい感じなので、でここで1回もう本当に集中のパーフェクトのトリートメントをやります。はい、でまず1回トリートメントをやる前にシャンプーをします。よろしくお願いします。イエーイ、はい、これで1回目のシャンプーを終わりました。1回目じゃないか、シャンプーが終わった。で今からトリートメントをします。まずはこちら、いつも使ってるアプロのミストローションっていうトリートメントを全体的につける感じで、でここはすごくこう保湿の効果があるの でつけるとだいぶ違う。やっぱり夏とかだと結構ね、みんな海とか行ってこうハッピーな感じで過ごすので、ヘアもきちっとケアするとよりなんだろう、健康的な夏が過ごせるよ。でこれつけるだけで、まあ、手触りがだいぶちょっと変わってくる感じはします。で全体的に中間から毛先をつける。まあ、僕は本当にもうなんだろう、とにかく髪の毛が綺麗になれば、まあ、何でもやるので、まあ、たっぷりとつけます。たっぷりとつけるよ。ありがとう。ありがとう。やっぱ普段結構乾燥とか気にする？はい。はい。そういう時って何するの？乾燥気になってます。トリートメントです。トリートメント？お家で？はい。お家で。そういう時トリートメントしてどういう感じ？トリートメント自分でした後に触った感覚、一応手触りは良くなります。うんうん、結構良くなる。まあ、トリートメントすると膜ができちゃうから、うん、その膜できた関係で、まあ、あとシリコンとかで結構手触りが、まあ、これ全体つけたところでこの櫛、まあ、結構目が細かい感じで、もう普通に溶かす。これだけ。これだけですごく馴染むよ。全然絡まない。まあ、さっきまで結構ちょっとこう、パサついた髪の毛だけど、もう秒で絡まないよ。これ言うとちょっと怪しい通販番組みたいになってる人。まあ、でも本当です。これが
あのいつも使ってるアプロの30ちょっと噛んだ30っていうトリートメント、これは酸性トリートメントですごく髪の毛の質を改善できるものです。まあ今月からもう本当に新しい発売したもので、で多分今年一番使いやすい、まあ、これからも一番使いやすいトリートメントなんじゃないかなと僕個人的にちょっと考えてます。やっぱり使うと全然質感が違うので、でこのまま、まあ、軽くこう止めながらこう塗っていく感じで、まあ、トリートメントはやっぱその自分に合ったトリートメントを選ぶこと大事だね。皆さん自分に合ってないトリートメントを使っても全然落ちも良くないし、まあ、逆の効果も出るかもしれない。だからあの選ぶときはしっかりと自分の合ったトリートメントを選ばないと損しちゃうよ。今つけてるこのトリートメントはもうアジアの髪の毛に特化したもので、でなおかつすごくこうツヤとかも出る、もう髪の毛の内側に入っていくような感じ。早く仕上がりみたいね、みんな。こういう、まあこれの繰り返しですね。これの繰り返しで、じゃあ早送り。わーお、皆さん塗り終わったよ。トリートメントを信じてないあなたに、髪の毛はトリートメントで生まれ変われるので、まあ、塗っただけでもこの滑らかさで、この状態で1回じゃあ15分で置く感じにします。あとダン、皆さん15分経過、見てこのキューティクルがいい感じになったよ。すごいしっかりな感じ、めちゃくちゃツヤツヤだね。これは見てこの芯が生えてる。普段なかなかこういう近距離で見ないと思うけど、結構近距離で見るとツヤ感あるってやっぱり綺麗。さあみんな早速流してブローするよ。じゃんじゃーん、このツヤ感、根元からの毛先のこの均一のツヤ感、しかもこれブローだけで、めちゃくちゃ手触りも良くなったし、サラ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 な感じで、で毛先もさっき最初よりもだいぶ綺麗な感じになっていますね。トリートメントすごいよね、なんかこういう感じに。でよくネットでやるやつ、こういうで、僕こう見て見て、この光の感じやばい。僕こういうネットでやるやつ、インスタで今流行ってるやつ、めっちゃいい感じのツヤ感で、これでだいたい3、4週間ぐらい、持つので、で定期的にやるともう本当に毎日シャンプートリートメント終わって、で自分でこう乾かした時もこのツヤ感、ツヤ感最高、イエーイ、最高。皆さんもぜひトリートメントをきちっとこう、まあ大事なことだと思って、ぜひ夏を健康的に健康な髪の毛で過ごせたら嬉しい。はい、それではまた僕のインスタグラム、フェイスブックページと YouTube チャンネルをぜひフォローしてね。皆さんまた次回の動画で会おうね。バイバイ。Wow. Wow.